本当に若い女性の間には大変にファンが増えました。鉄の爪ブラザーズ、ケビン・フォン・エリック、デビットン・エリックが姿を見せました。タッグマッチ、試合が始まる前にまず日本テレビから両タッグマッチの4人の選手に今花束が贈られました。静かなセレモニーになります。リング上は若さがあふれております。さてこれより両タッグチーム4人の選手の紹介が原リングアナウンサーによって行われます。199cm、 108kg、 お父さんにそっくりデビッド・フォン・エリック、弟であります。そしてお兄さんのケビン・フォン・エリックが紹介されました。天竜源一郎、凱旋帰国を果たして紹介されました。後半全日本プロレスの若大将ジャンボ鶴田であります。さてリング上は4人の選手が登場いたしまして、本当に若さがいっぱいという感じであります。さて田澤さん、はい、本当にこのリング上の4人の選手を見ておりますと、これからのプロレスを背負って立つ日米の4人というこんな感じですよね。80年代のね、これからのホープ、最大のホープですね。はい、高橋さんはどんな感じをなさいますか。まあ、この4人のうちですね、天竜を除く3人はですね、いずれもやっぱり次期 NWA 世界チャンピオンの有力候補と言われている3人ですからね、はい、それだけにもやっぱ面白いタッグマッチですね。まあ、この中では断然このジャンボ鶴田がですね抜きに出ているわけなんですけれども、鶴田に言わせてみますと、2年前に初めてやってまいりましたこの鉄の爪の兄弟ケビンとデビッドの2人、本当に2年前に比べたらですね、見違えるほど大きくなったし、レスラー前としているというふうに言ってますね。ともかくですね、2年前とは全く比べ物にならないほどの成長ぶりですね。はい、急激に成長しています。鉄の爪ブラザーズのケビンとデビッドの2人であります。さあどちらが先陣を切るんでしょうか。ゴングが鳴りました。タッグマッチ試合の開始であります。まず鉄の爪兄弟は弟のデビッド・フォン・エリックが登場してまいりました。そして全日本プロレスのタッグチームは第3の男、天竜が登場してまいります。まあ、天竜もこのシリーズに1年2ヶ月ぶりの凱旋帰国を果たしたわけなんですけれども、まあ、都合いたしまして3回の海外遠征、その3回を経まして本当にたくましくなってきたという師匠ジャイアント馬場の評価であります。風間さんはですね、どういう評価なさいますか。はい、やっぱりこの今度の海外遠征3回目ですかね、やはりそれだけのことありますね。つまり天竜、今まではですねフレッシュコンビという味だけだったんですがね、今度はそのしっとりした粘っこさがなんかうんとついたような気がしますね。武井さん、この天竜を見ましてですね、いわゆる勝負度胸、勝負根性がついたという声が多いんですけれども、その辺どうですか。まあ、ともかくですね、勝負に対する執着心ですか、これが出てきたことは事実ですね。はい、そういったところ非常に注目したいと思いますが、天竜から鶴田へ、そしてデビットからケビンへタッチされました。鉄の爪兄弟はお兄さんが登場してまいりました。なお鉄の爪兄弟はこのスーパーパワーシリーズではアジアタッグの選手権も取りました。そしてこのスーパーパワーシリーズ、日本のサーキットが終わりますと、まずホームグラウンドでありますダラス、テキサスに帰ります。その後はアラスカ遠征が決まっているそうなんですけども、武井さん、全米のプロモーターから引っ張りだこらしいですね。まあ、かつてはですね、テキサス地区のみのヒーローと言われた2人ですけどもね、はい、今やも本当全米あるいはその海を渡ってですね、あらゆる地区でやっぱり活躍を始めましたね。はい、それから弟のですね、あとショートレンジからお兄さんケビンが見せました。ショートレンジのドロップキック、鮮やかなドロップキックであります。ちょっとジャンボ鶴田のお株を奪うようなドロップキック、ジャンボ鶴田がなかなかやるなという表情でこのドロップキックを受けました。そんなにダメージはありません。お兄さんのケビンであります。まあ、このかつてケビンがですね1回、それから今コーナーにいますデビッドが4回この NWA の世界ヘビー級の王座チャンピオンのハーリーレースにチャレンジしたことがあるそうなんですけども、もうチャンスさえあればどこでも追っかけるというふうに言っておりますこの兄弟の2人。力比べになりました。リングの中央であります。ジャンボ鶴田が197センチあるわけなんですけれども、この弟のデビッドは199センチ、今コーナーにいます。本当に、まあ、
胸のあたりに肉がついてきますとますますたくましくなっていくわけであります。首を固定します。ジャンボ鶴田、田澤さん、このシリーズはですね、新しいそのプロレスの波というものが一つ見られたわけなんですけども、この兄弟なんかその代表的なもんですよね。まあ、その他リッキー・スティンボート、あるいはジミー・スヌーカー、この後まあ因縁の時間無制限一本勝負を行うわけでありますけれども、そういった中に入りましてこの鶴田あるいは天竜、ますます日本を代表する、まあ、80年代のレスラーとしてまた頑張ってもらいたいですよね。そういうことですね。はい、デビッドが入ってまいりました。必ずその時代に来てますよね。たけさん、正直なところを見てどうですかね。はい、これはですね、はい、まあ、今回のこのシリーズのテキサスの風、あるいはノースカロライナの風を見てですね、これからはやっぱり日本の風を返してくれると思いますね。まさしくその日本のファンもそういった期待をですね、十分持っているでしょうね。もうこれがですね、日本ファンの全国のファンの期待だと思いますね。はい、リング上、デビッド、そして天竜であります。このね、はい、鉄の爪兄弟を見てて私が感じるのはね、非常に粘っこさといいますかね、この粘っこさっていうのは日本人にない粘っこさですね。まあ、この辺はサラブレッドの地、いわゆるそのジャッカード・キッセン、元NWAの会長でありました。かつてはこのフリッツ・フォン・エリックといいまして、本当にアイアンクローを見せた大物レスラー、そういった血がうまい具合に息子たちに流れている。流れてる。はい、それと若さの神経の速さね、これは目立ちますね。ジャンボ鶴田のスケールの大きさというものが伝わってくるわけであります。あのね、テキサスのレスリングっていうのはね、大体やはりフランク・ゴッチなんかのね、あのレスリングですよね。あっと、鉄の爪兄弟自爆であります。ケビンのエルボーバット攻撃がデビッドの喉元のあたりに攻撃になりました。ジャンボ鶴田うまく相手の動きを見ております。エルボースマッシュ攻撃、そしてケビンを連れてきます。天竜にタッチであります。まあ、1年2ヶ月ぶりにこの天竜とタッグチームを形成する鶴田でありますけれども、なかなかコンビネーションはいいようであります。ダブルチョップ攻撃、2人がかりの攻撃、4つの手のひらがケビンの胸板を貫きました。ニードロップを落とします。天竜であります。腕をひねります。天竜の攻撃、何しろ今日の鉄の爪兄弟は今テキサスでじわじわっと人気が出ている。そういったものはこの1年2ヶ月間ノースカロライナ地区を遠征していましたこの天竜の耳にも届いたそうですね。武さん、これはですね、痛いほど知ってると思いますね。はい、ということはノースカロライナ地区でですね、テキサスの新ヒーローこの鉄の爪兄弟の情報が流れるということは、かなりこの全米のプロモーターも注目しているということですね。これは今ですね、全米のプロモーターおそらくほとんどがですね、テキサスあるいはそのノースカロライナの動きというのは注目していると思いますね。はい、特にノースカロライナと言いますと現在の NWA の会長ジム・クロケットジュニアの、まあ、NWA の最大の激戦地と言われているだけに、非常にこの会長も注目しているということになりますね。まあ、NWA の総本山ですしね、これはやっぱりずっと全米の注目の的ですね。はい、天竜がケビンの左の肩を取ります。天竜は試合前にこのケビンとデビッドの鉄の爪のこのクロー攻撃をさせないように密着したプレーには十分気をつけようというふうに言っておりました。ロープに飛ばすところ、うまくケビンが体を入れ替えた。ショルダースルー、アイアングルの攻撃があります。ストンピングを見せました。膝を落とします。体のバネをうまく使いました。そしてエルボードロップ攻撃、空中で体をひねるような感じになります。ケビンのエルボードロップ攻撃になります。さあ、鉄の爪アイアンクローに行く、アイアンクローに行く、ケビン・フォン・エリックであります。この体勢で天竜が逃れたいんだが、どうだ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 、必死になって両手で逃れている天竜だが、もう一回振り払いって、今度は振り払ってストマッククローであります。胃袋掴みに行きました。ケビン・フォン・エリック、胃袋に完全に決まっております。田澤さん、こうなりますとちょっと呼吸の方も苦しくなりますね。苦しいですね。さすがに親譲りですね。完全に天竜のストマックを捉えました。胃袋掴みに来ましたケビン・フォン・エリック。まあ、アジアタッグの選手権を取った時にも非常にこのクロー攻撃が、極道コンビの2人にうまい具合に発揮されまして、アジアタッグを取りました。デビッドの長い足、ケビンがうまく攻撃を加えました。そしてデビッドが入ってまいります。まあ、日本のプロレスライターの皆さんもよく言うんですけれども、本当にお父さんにそっくりなのがこの弟のデビッド・フォン・エリックであります。
さあ今度は天竜が逆水平からスモールパッケージホールド、うまい具合に見せたが長い足を蹴飛ばすようにデビットがスモールパッケージホールドをほどきました。そしてリングの中央に攻撃を加えます。さあそのまま体を入れ替えました。カウントが入る、払いのける、ケビンがフォローに行く。鉄の瀬兄弟であります。武井さん、はい、まあ、かつてこのザ・ファンクス、テリー、それからドリーの2人はですね、まあ兄弟の血の流れもあるんですけど、うまい具合にこの2人で NWA のスカイ王座を取ったわけなんですけど、はい、この鉄の瀬兄弟はどうですかね、ポストファンクスという呼び声が高いんですが、まあ、これはですね、問題はこれからの5年間だと思いますね、この辺りでですね2人がやっぱりどれだけの成長を遂げるか、それによってやっぱり第2のファンクスという可能性が出てくると思いますね。まあ、5年経ってもお兄さんのケビンが28、弟のデビッドは27ですからね、まだまだチャンスありますよね。まだまだチャンスはあります。放送席にやってまいりました、ジャンボ鶴田とケビン・フォン・エリック。ケビンが吹っ飛んでまいりました。そして反対側の本部席、デビッドが天竜に攻撃を加えました。放送席に吹っ飛んでまいりましたのがケビンであります。全くリングの中には誰もいませんが、今天竜とケビンが中に入ってまいりました。ケビンのほとばしる汗が放送席に点々と残っておりますが、さあ逆す、いやいや、人間風車であります。人間風車を見せました天竜ですが、ロープです。ケビンがロープに逃れました。ダブルアームスープレックス、天竜が見せました。ちょっとフィニッシュホールドには早いようであります。デビッドが中に入ってまいりました。そしてショルダースルー、ちょっと体が崩れたような感じ、エルボー攻撃を見せます天竜。デビッドがおっと払いのけるという体勢ですが、あーストマックに行きます。ストマックに行きました。クロー攻撃、デビッドのストマック、クロー攻撃であります。天竜の苦しい表情、天竜の苦しい表情です。これはやっぱりこちらもね、一匹狼ではいけないですね。向こうは非常にタッチがいいね、はい、天竜が一匹狼ローンウルフになりました。タッグロープを手にいたしまして、ジャンボ鶴田なんかこの中に入りたいというそんな表情であります。高橋さん、このデビッドとですね控え室で私握手をしてみたんですけれども、はい、まあ軽く握手した時にはそんなに力を入れないんですけれども、上段半分にガーッと握ってもらったらですね、大変な握力がありますね。やっぱりこれはもう親父譲りですね、それからとにかくこの手を比べますとデビッドの方が大きいですね。もう異常なほど大きいですね、さあまた速いタッチワークでお兄さんのケビンが人間風車を見せました。ケビン・フォン・エリックの人間風車、鶴田がフォローに行った。鶴田のフォロー、ケビンの頭を一発踏みつけました。そして天竜にタッチ、あ、天竜から鶴田にタッチ、鶴田が入ってまいりました。次期シリーズは不死身の喧嘩番長ディック・スレーターもやってまいります。ビル・ロビンソンもやってまいります。そしてキラー・トーア・カマタは、秘密兵器のグレート・マーシャル・ボーンを連れてくる。ジャンボ鶴田も頑張らなければいけません。当然ジャンボ鶴田の UFC ヘビー級選手権、あるいはインタタッグの防衛戦も考えられるでしょう。さあケビン・フォン・エリックを人間風車に切って取ろうというジャンボ鶴田、しかしポジションが悪い。ここでデビッドが入ってまいります。まあ、ジャンボ鶴田が197センチ、そしてデビッドが199センチ、本当にこの2人がリングの中に入りますとリングが狭く見えます。まあ、こういったストンピング、あるいはパワフルな攻撃を見ますとジャンボ鶴田の方が1枚も2枚も上であります。ジャンピングニーパッド、ジャンピングニーパッド炸裂、ジャンプ力があります。ジャンボ鶴田払いのきました。デビッド、まあ、この辺のいわゆる試合の駆け引き、武さん、鶴田の方がやはり上という感じしますね。1枚も2枚もちょっと上の感じがしますね。さあ、あばら折りコブラツイストに入りました。コブラツイストに入りました。体勢どうですか、田園さん。フックもよく、足のフックも悪くないですね。いいですよね。がっちりと199センチのデビッド・ホン・エリックにコブラツイストが入りました。払いのけます。そして苦し紛れにケビンにタッチ、ケビンが空中殺法、ダイビングのボディープレス、どうだ、危なかった、危なかったね、天竜が入らなかったら危なかったですね。あのフォローが良かったね、釣ると危なかった。こういった空中殺法もあります。テキサスのニューヒーロー、鉄の爪兄弟であります。ケビンが自軍のコーナーに連れてきます。フライングレイヤーを見せました。そしてフェイスロックに行きます。ケビン・フォン・エリック、
まあ、こうやって見ますとケビンもデビットもそうですけれども、まあ、金髪の長髪もう汗に濡れてダラダラになっておりますけれども、まあ、あのロックシンガーに似ているというようなこの会場の若い女の人たちの声もありましたけれども、なんかそういったところも若い女性のハートをくすぐるんでしょうね。ありますね、大変な2枚目であります。それからこのタグはやっぱり兄弟だけにですね、非常にあのコンビネーションがいいですね。まあ、それから竹内さん、はい、この兄弟はですね、まあ、違ったテリトリーに行くときにはシングルで行くことあるんですか？これはあります。デビッドがですね、セントルイスに一人で行くこともありますし、あるいはそのケビンがですね他の地区に出ていくことも何回かありますね。ヒップドロップを見せました。ボディシザーズの体勢であります。ケビン・ホン・エリック、いい体勢です。そしてデビッドにタッチ、そしてデビッドがどうだどうだどうだ、あっとアイアンクローに行ったか、アイアンクローに行ったか。そして2人がかりの攻撃、ボディシザーズが今やっと上樋口の命令によりましてケビンが取りました、払いのけました。そして199センチのデビッド・エリック、一旦つるったがエプロンのところまで逃れたが、そのままそのまま連れてくるリングの中央、デビッドのものすごい大きな手、つるったの額を捉えます。こめかみのあたりに完全に決まっている。戦いを行っているデビッドの表情はまさにお父さんのフリッツ・ホン・エリックにそっくりであります。膝を打ち当てます。デビッド・ホン・エリックであります。あっとバックを取りました、鶴田の起死回生。さあバックを取った攻撃からカウントが2不十分。さあ今度は天竜がうまい具合に、あっとこれが攻撃をかわされました。あっとかわされました、ストマッククロー、ちょっと油断がありましたか天竜。武井さん、このパターンになりますとちょっと天竜はまずいですね。ちょっとまずいですね、やっぱり今間を空きすぎましたね。なるほど、まあ、うまく通田から天竜にタッチをしたんですけれども、天竜がストマッククローを受けております。鉄の爪フリッツ・フォン・エリック、その お父さん直伝の攻撃であります、ストマッククロー。このほか鉄の爪、兄弟は三兄弟と言ってテキサスで暴れているわけでありますけれども、三男のケリー20歳の選手もあります。そして四男のマイクが17歳、そして五男のクリスは10歳であります。5人の男の兄弟、鉄の爪兄弟であります。払いのけました、デビッドがカバーに行く、払いのける天竜、天竜が必死の思いで払いのけました。ケビンの膝が待っている。ちょっと天竜の表情を見るとグロッキー状態である。パンチ攻撃、ケビン・ホン・エリックであります。お兄さん膝を打ち当てました。そしてうまい具合に左の腕を決めていきます、ケビン・ホン・エリックであります。まあ、かつてこのフリッツ・ホン・エリックがですね、ジャイアント馬場と名勝負を行った頃にもやってきました。ちっちゃい頃このケビン・ホン・エリックが日本にやってきたことがあるんですけれども、あの当時の写真などを見ていますと本当に、おっとバックそのままバックフリップですね、バックフリップですね。あのアブダラ・ブッチャーが山嵐流のバックフリップを見せるんですが、それとはまたちょっと天竜流にアレンジしております。バックフリップを見せました、天竜であります。日本初公開と言っていいんじゃないですか、武井さん。初公開ですね、日本初公開のバックフリップを見せましてケビンに攻撃を加えました。そして天竜から鶴田にタッチされております。デビッドが入ってまいりました。まあ、ああいったバックフリップ、天竜はこれからいわゆるそのフィニッシュ攻撃に使って、見ては面白いでしょうね。まあ、今のですね、あれを実験台にして徐々に完成させていったらですね、面白い必殺技になってきますね。はい、シュミット式のバックブリーカーを見せましたリング上の鶴田であります。目つぶしに行きましたケビンです。カバーに行きますがこれはちょっと不十分でしょう。まあ、こういったバックフリップを受けたケビンに集中的に攻撃を加えたいですね。さあここでタッチをいたしまして2人がかりの2プラトンの攻撃だ。さあどうだ、ケビンのお尻を捉えました。ダブルのアトミックドロップでありますが、もう1回今度はフォローに入ってきたデビッドにアトミックドロップを見せました。なかなかうまい2プラトンの攻撃であります。デビッドが今度は日本陣営のコーナーに天竜を押さえつけております。さあそろそろ時間帯も
何やらいい時間帯になってまいりました。ちょっと目が離せなくなってまいりました。お互いの手の内が十分に知れ渡った時間帯。さあジャンボ鶴田をロープに飛ばして鉄瀬兄弟ダブルドロップキック、トゥープラトンのドロップキック攻撃。天竜がフォローに行った。跳躍力があります、絶品であります。さあドロップキック、これはクミンがデビットの胸板を貫いた自爆です。鉄娘兄弟どうしたんでしょうか。デビットはリングの外、そしてドロップキックはジャンボ鶴田、破壊力十分。ケビンの胸板を貫いてカウントは3。今の自爆が勝負を決めましたね。すかさずジャンボ鶴田の跳躍力1番ドロップキック、武井さん鮮やかなドロップキックですね。やっぱりジャンボの読みとは深いですよね。鮮やかなドロップキック、ケビン・ホンエリックの胸板を貫きました。カウント3、ケビンからカウント3を奪っております。鮮やかな攻撃でありました。江連忠の理想的なスイングを誰でも簡単に自然に